ちょっとでも支えていけたらなって、動けるうちは仕事をして元気でいたいなと思いますね。どうしよう。そんな茂子さんに試していただくのが高麗人参100。高麗人参って飲んだこともないんですよね。いや、初めて見ますけれども。ものは試しと飲み始めた茂子さん、ちょっと甘いかもしれない。それからしばらく経ってもう一度訪ねてみると、甘いものになんない。お母さん、お久しぶりです。いらっしゃいませ。久しぶりです。どうも久しぶりです。おかげさまで元気にやってました。本当にもう大丈夫です。そこには見違えるほど生き生きと働く茂子さんの姿が。本当に体力の自信はつきましたね。もうね、パパパって動きが軽やかになりましたよね。そんな感じで先急いでるんですがね。先急ぎ。一緒に働く息子さんは、エアロキすごいですね。俺なんかよりもあるじゃないですか。動きがシャキシャキしてるし、笑顔も生き生きしてるし、安心してますよ今。母ちゃん、もう大変だけど、あれありがとうねとかってね、まあそういうふうに言っても言われるだけでもね、少しでもね、お手伝いできているんだなって思ってね、充実すぎるほど充実してますよね。以前は年齢による衰えを感じていた茂子さん、今ではこんなに元気に。その秘密は高麗人参100にありました。皆様、ご注文方法のご案内はこれが最後です。メモのご用意をお願いいたします。この放送終了後30分以内にお電話いただいた方には、なんと高麗人参100およそ2ヶ月分を特別価格の3980円でお届けいたします。30分以内のお電話がお得です。皆様のお電話お待ちしております。電話番号のご案内はこれが最後です。皆様、メモの取り忘れはございませんか。お申し込みは通話料無料のフリーダイヤル0120-113-510、0120-113-510、今すぐお電話ください。この番組はエバーライフの提供でお送りしました。この後は鬼平犯科帳。市川雷蔵の第五殺刀が三部作が、これはよく切れそうだ。 4K 画質で蘇る。目が動かされない。正眼おとなしのため。狂気の剣士スクエ龍之介の怪しくも美しい姿を鮮やかな映像で再び。三部作3週連続大放送。市川雷蔵って知ってる、うん、はい、嬉しかった。あるんで、あるんで、昔やろ、うん、早死んだんやろか、早死んだんやろか、もう死んだんやろな、だから早死んだんやろか、うん、諦めるんだよ。あの人とは。うん。
会えなくなるな。私みたいになってほしくないんだよ。なんで生きてるんだ。自分には素直になるんだ。答えは天が決める。約束。3月24日の日曜午後2時。3月24日、今日だ。で、見たいって言わなかった。今の初恋やつ、藤沢周辺の見たいって言わなかった。そうじゃなしに、市川雷蔵のが見たいって言うかって言う。この後、この後言うことどうなんでしたか、覚えとらんけど。昔の時代って意味わからないんだよ。鬼兵と若き日の鬼兵、悪を知って外道に落ちまったですね。悪を知って外道を憎むか。愛する者を救うため命を燃やす。鬼兵犯科長決闘、5月10日公開。ちょっと冷ようになったな。ならんよ。お母さん冷やで。寝とったけんよ。なろか。独自の機動性を与えられたこの火付盗賊改め方の召喚御所様長谷川平蔵、人呼んで鬼の平蔵である。日曜日の方が時代劇多いな。